西野でーす。ナダルでーす。さあ、じゃあ、明日エロチキチャンネル。はい、今日は言い訳週でございます。はい。言い訳週といえば、もうこれは分かると思いますが、ナダルさんの今まで言ってきた言い訳、どんな言い訳があったかなという、ちょっとありますか？自分の中で、これはよう言うてもうてるなとか。なるほどね。うん、僕がちょっと思うのは、最近めっちゃ言い出したやつ言って、じゃあまあこっちこれ親の教育ですっていう。ちゃうなそれ。え、親の育て方ですよ。親の育て方ですか？親の育て方です。だから何かあったら、おい、なんだろ、めちゃくちゃやんけ、今のどうなってんねんっていうの、親の育て方でっていう、もう親の育て方ですで逃げるっていう、これめちゃめちゃ言うてるよな最近。言ってるの最近。言うね、親の育て方。だからなんかお前ちゃんとせえやそれって言われた時に、違うんですと、親の育て方です。それちなみにやけど、毎回そんなん言うなで終わってるけど、親の育て方ですって言った時に、どういう育て方されたんって言われたらどう返すの？例えば俺が誰かに暴言吐いてる、そんなん言うなやって言われて、いや違うんです、親の育て方ですって言って、どんな育てやり方してんって言ったら、とにかくいらんこと、なんかこういうふうに怒られたら暴言吐けっていうふうに育てられました。それさ、親御さん見たらどう思うんか。いやだからほんまに言うけど、そういう育てやり方されてんねんから。あ、そうなんや。え、じゃあ、ないんだから。じゃあ親やばいってなるけど大丈夫？やばい親やな、お前の両親終わってるやんってなるけど大丈夫？親がマネかしゃあない。うわ、すげえな。パパがしゃあないんだって。そうやで。あ、俺もそうやつ守りたいけど守らないんすよ。あ、もう腹くくってんねや。もう別に親が何言われようと、その親御さんに、ちょっとだけいいですか？うん、弟がごめん。いやいやいや、やってば俺も無理や。無理やじゃなくて、なんか俺の機嫌じゃないけどさ、こっから言い訳してく癖ついたっちゃおうかなっていう、一番最初の初期のやつ始めちゃうみたいな、覚えてる？これ始め、お前が始めてないと思う、俺がこれ言い出したなみたいな。なんやろ。あ、昨日から熱あるんです。あ、熱ね、昔をやってたわ。熱あるんです今っつって、アメトークの収録中に熱あるって言い出して、ちょっと熱あってんな。そう、なんかバーって喋ってて、スタジオの熱もこもってたから、ちょっとあっ、俺ちょっと熱あって、でお前がもっと熱あって、そうそうそう、で僕も測ってみていいですか、そんなことありえへんってなって、やったら俺の方が高くて、熱しようって、お前測んなみたいな、そんなんありましたけど。ありました。俺が多分ほんまに、俺が言い訳のきっかけ、まあ熱も書いておきますか。熱あるんな。熱きっかけとか、これが始まりちゃうかってやつ。え、目の前で人死んでる。あ、それか。これはいかつかったな、イベントやな。でかい風船の中に、今前ね YouTube でやりましたけど、でかい風船の中に入って、それを割るっていう罰ゲーム。はい、罰ゲームとか企画ね。まあその、ナダル裁判っていうのがあって、その時は罰ゲームで、罰ゲームでそれをやらなあかんってなって、勘弁してくださいと、こんなしたくないです、なんでやねん、僕の目の前でこれして死んだ人いるんです、嘘やろって R1 で僕の前で風船、芸人さんがこんな入って死んだんです、R1 グランプリで奈々さんの出番前の人が風船入って死んだと。じゃあなんでニュースなってないねんっつって、めちゃめちゃ嘘ついてるやんってなって、これは確かにもう2013年とか4年とかぐらいの、これぐらいからしだしてますね。これでこっから始まって、言い訳のうまみをな、多分これで逃れられるかも。逃れられへんけどな普通に。でまあ熱の経緯で言うと、これもやってますよ、咳込む。あ、咳込むね。それなんやねんっていうね。咳込んで、体調系で言うと、ああ腹痛い。腹痛い。咳込む腹痛い。ああ腹痛い。とにかく体調不良を訴える。体調不良でこうなってますという。あとまあ、ずーっと言ってるけど、なんか変な感じだったら、ボケやん。ボケやんはもう、卑怯というか、どういうボケなんていうことに。ボケボケやから。ボケ、今のも失礼な変な感じもボケやと。ボケやって。全部ボケっていう。あとこれエピソードトーク話されて、ほん
まにどうしようもない時それほんまに俺か、あー言うねそれほんまに俺か、もう意味わからんから、お俺や証拠ある、うん、とかな、うん、証拠ある、あとこれも最近多い二重人格やねん知らんねん俺もこの人格とか言って、うん、それで言うとこれやね、うん、病気やねん、病気やねんもあるな、うん、病気やねん、頭おかしいね、頭おかしいあるね、そのやばすぎるね、ちょっとじゃあしゃあないなってならへんから、それで、うん、二重人格やねん、じゃあしゃあないなならへんから、あとなんやろ、まあこれ知らんがな部門って言っていいですか、昨日釣り行ってて寝てないねん、寝てないねんね、釣り行ってて寝てないねん、あんま寝てない、うん、知らんがなっていう、もう寝てないねんはもうめっちゃ使うけど、その寝てないねん部門の中でも、まあロケとかやったら分かるけど、昨日釣り行ってて寝てないねんはもう知らんがなっていう、釣り行ったからやろっていう、それはどう思ってんの、ね、自分でこのさ、うん、言ったらあのいろんなこと言ってきてるやんか、それは自分ではどう思ってんの、まあ、助かってるかしゃあないよね、だから助かってる、うん、俺が、あーえ、そののがそのどうしようもないとこから、うん、なんとかなってるわ、あ、そうか、うん、あ、だからほんまに嫌われてるの知らんねや、えこれでさ、だってみんなこれでその空気がさ、ああなんか元に戻るっていうか、あ、だからそうか、世間の人がちょっと嫌やとか言うて、そういう部分が嫌いとかは別に気に、そこはもう除外ってこと、なんかみんな嫌ってない、あ、一人だけ俺のこと嫌がってる人が一人だけいます、誰、この言い訳で、この言い訳で、うん、二郎さんがかわいそうはね、なんか話されそうになった時、二郎さんかわいそうに関しては二郎さんは何にも思ってないよ、ただそのシソンヌさんのファンが何言ってくれてんねんっていうのはありますけどね、あとなんで読んだんっていうな、よくなんで番組読んだんっていう、その受けへんかったりした時、自分が滑って変な感じやっても、いやいや読んだスタッフが悪いでしょっていう、まあスタッフが悪いね、あとはまあまあ番外編やけど、先輩がなんか話してる時になんかそれがちょっと哀愁のある話やって、ちょっとこんなことがあって落ち込んでんねんみたいなやったら、トゥッってなんか笑って笑ってるやんってなった時に、水おもろっていう、その飲んでた水を水おもろって何っていう、絶対嘘やんっていう、これは言い訳というか無理やり回避してたけど、いやいやそんなわけないやんって言われてたけど、まあまあこういうね、うん、あのほんまに困った時には全然使ってもらっていいんで、皆さんも、うん、あのどれが一番おすすめですか、そのやっぱり回避率高い、やっぱりあのそれ言われたらどうしようもない、ほんまお前ええかげんせよ、なんでこの書類ちゃんと出してないね、うん、でな、会社で動かれた時、すいません親の育て方です、うわーこれいくんやこれやったら多分会社でのミスも許されると思う、これが一番えぐみあるよな、ほんなしゃあないね、親の育て方です、だから芸人やったらさ、ボケやんね、多分なんでこの書類ちゃんと作成してね、このキーまでやったらね、すいません、ボケですけど、無理やと思ってちょっと今詰めてみていい、いいよ、あの、ナノさん何でも使えるんだよ、ね、じゃあ遅刻してきた、はい、遅刻絶対あかんやろ、すいません、いや、すいません、まあ、ほんますいません、それでみんな頭おかしいんです、頭おかしい、もう遅刻してます、頭おかしいから、いや、それ頭おかしいとかいう、もう社会人やから、そのあかんに決まってるやんか、あ、ダメですよね、うん、ダメ、絶対なんでこんなんでこんなんしたか分かります、僕がこれ、なんで遅刻したか分かります、いや、なんでやん、ボケです、ボケ、ボケです、じゃあ君もうクビやろ、遅刻とかしてたら、クビやろ、クビで全然いいっすよ、うん、そう、ほんで、むちゃくちゃしますよ、僕、クビしたら、むちゃくちゃしたら警察に言うと、うん、いいっすよ、うん、二重人格なんで、二重人格、ね、もうむっちゃくちゃします、あ、そうなん、責められてももう二重人格なんで、え、君、なんで君二重人格やとそれ言わへんねん、僕らに、なあ、なんで言わへんかですか、今発症したんか、二重人格、違います、今二重人格でしょ、違います、違うんか、前から二重人格、はい、親の教育です、親の教育、二重人格に仕立て上げられて、二重人格になれって会社の教育、もうむちゃくちゃしてるでしょ、じゃあ親御さんに電話していいか、してください、してください、親御さんに聞くで、全然いいですよ、息子さん二重人格なんですか、はい、全然全然いいですけど、親に全然電話してもいいんですけど、うん、もう親も頭おかしいんで、頭おかしいか、電話しても多分全然意味、あ、そうなんか、はい、
君のせいでな、いろんな人が迷惑かかってるからな。うん、どうした？腹痛い。じゃあ分かった、君もう混んでええから、うん、このむちゃくちゃな人間、首でええな。首にするんすか？首でええな。ちょっと待って、今ちょっと入ってこないです。え、首でええか？熱ありそう。うん、もう熱あったらもう家で休んどいてくれ。首や、君は。首にするんすね。うん、もう、君はもう分かりました。足が混んでええ。はい、分かりました。うん、会社に火つけます。よっしゃ、会社に火つけよう。会社に火つけますね、ほんなら。警察に言うな、そんな。いいっすよ。うん、火つけるから。頭おかしいんで。あなたがもう僕に焚きつけた。それ言いますんで。ね、お会いしましょう。ねえ、はっはっ。犯罪者。そんなレベルまでいったらもう、その何の参考にもないから。火つけますって言ってたよ、最後。でも会社に火つけますね、はっはって言ってたよ。怖い。火つけて、消すよ、もちろん。うん、水でな、シャーって見つけして、うん、水をもろ、うわ、怖っ。水をもろでも締めんねや、きつー。ちょっと、うん、使えそうやね。はい、ということで、皆さん困った時は親の育て方ですっていうのをおすすめするみたいです。はい、皆さん使ってください。富永さんも怒られた時使ってください。